第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部大会4日目、この時間は準決勝の第1試合です。2年連続3回目の優勝を目指す豊田合成ブルーファルコンと、9年ぶり15回目の優勝を目指す JHL の野伏軍団、枠長製薬枠長レオリックの対戦をお送りいたします。日本選手権男子の会場は大阪堺市立大浜体育館です。昭和46年にオープンした施設ですが、今年4月にフルリニューアルされ、最大およそ3000席を配置できる全く新しいアリーナとして生まれ変わりました。可動の間仕切り壁を備え、イベント規模により壁の有無が変わるなど、国内ではかなり希少な構造を持っています。堺駅から徒歩10分の好立地も踏まえ、まさに日本一を決めるにふさわしい会場となっています。それでは放送席をご紹介いたしましょう。今日の解説は古家正幸さんです。古家さんは桃山学院高校、筑波大学、枠長製薬でレフトバックとしてプレーされました。そして日本代表でも活躍されました。古家さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。昨日に引き続きの解説ということですけれども、はい、はい、意気込みを。そうですね、出身の枠長製薬が決勝に来て、はい、決勝じゃないですね、準決勝に来てくれたので楽しみにしてます。そうですね、はい、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、古家さん、今日の試合の見どころを伺いたいんですけれども。そうですね、チャンピオンチームの豊田合成に、はい、チャレンジャーの枠長がどういう形で挑んでいくかという、はい、両チームともディフェンスシステムが 6-0 という、はい、同じシステムなので、両チームのオフェンスがそれをどうやって攻略していくかというところがポイントになるかなと思います。この両チームなんですけれども、リーグ戦つい先日対戦してるんですよね。11月の27日に、宮崎の大会で、その対戦しました。その時は31対26で、豊田合成が勝ったというゲームだったんですけれども、やはりそのあたり近いところでの、対戦の感覚、いろんな課題というのがね、両チームとも見えていると思いますので、そのあたりのいかに修正してくるか、どういうふうに当たってくるか、そういったところも見どころになってきますかね。そうですね、点差はちょっと空いてるんですけど、はい、点差ほど内容の差はないと思うので、はい、今日どういう戦いをするか楽しみですね。はい、さあそれでは、今日の対戦カードをご紹介いたしましょう。まず昨日の結果からですかね、はい、まずは昨日の結果をご覧いただきましょう。ベスト4でした。豊田合成と北陸電力は豊田合成、そして枠長製薬と大道特殊工は接戦でした。枠長製薬が勝ちました。大崎電機と豊田紡織九州、こちらは、大崎電機のキャプテンの元木が開始2分で、試合で失格になっている、キャプテンのいない中でしたけれども、26対24で豊田紡織九州を振り切りました。そしてジークスター東京と豊田車体、32対28でジークスター東京が勝って、それぞれベスト4に駒を進出しています。続いて今日の対戦カードです。はい、
豊田合成と枠永製薬、そしてこの後13時30分からですね、大崎電機とジープスター東京が顔を合わせます。明日の決勝戦、12月5日で日本一のチームが決まります。さて、この配信は観光学生服株式会社の提供によりお伝えしております。観光学生服株式会社の横顔をご紹介いたしましょう。JR 岡山駅から徒歩1分、観光学生服の本社です。従業員はグループ全体でおよそ2800人、創業160年以上の歴史を誇ります。学生服、体操服のメーカーとして長年トップブランドの地位を築いてきました。このバックボーンは全国に整備した自社工場にあります。管理が行き届いた環境で裁断や縫製など一貫した体制で生産に当たれるのが強みです。ところで、観光という名前の由来をご存知ですか？実は学問の神様、菅原道真公、つまり観光から来ているのです。制服や体操服を着用する子どもたちの健康と学業成就を願って名付けられました。長年の体操服事業で培った開発力や技術を応用し、ハンドボールなどの競技用ウェアにも取り組んでいます。強くて軽く、すぐに乾くという特徴を併せ持った素材を使っています。吸水性が良くて、汗かいてもプレー中も気にならなくて、とても着やすいです。やっぱりポストなんで、ここの肩のところをよくこうやって引っ張られるんですけど、もうディフェンスに引っ張られても、これはとても耐久性がいいので、破れることも気にせずにプレーすることができます。すごく生地が伸びるので、動きやすくてキーピングがしやすいと思います。と他のユニフォームだと結構汗とかが染みたりするんですけど、この観光さんのユニフォームはすぐ乾いて、とても着心地がいいです。最近では白なのにインナーが透けないという画期的な商品、ミエンヌを開発しました。体操服として透けを気にする女子中高生に非常に好評を得ている商品となっています。白のユニフォームとかすごく憧れるので、中が透けないその観光さんのミエンヌをぜひ着てみたいです。また風を通さずコンパクトで耐久性にも優れた観光プレミアムというシリーズが大きな注目を集めています。はい、もう走ったり、それからいろんな動きをするときにも全く違和感がなくて、着心地もいいですし、本当に気に入っています。尾崎茂社長は岡山県ハンドボール協会の会長です。スポーツウェアにもハンドボールにも精通しています。我々の耐久性がとにかく売りの観光の商品というのは一番僭越ながら合ってるんじゃないかなというふうに思っています。引っ張りだとか摩擦だとか、ハンドボール非常に激しいスポーツですので、こういったことは頻繁に起こるんだろうというふうに思いますが、それでも損傷しにくい素材というのを我々はもう長年の研究で培ったものがありますので、一緒に素敵なユニフォームで楽しいハンドボールをしていただきたいなというふうに思っています。クロスケアマキオ、観光のユニフォームで全国に行くぞ。紹介いたしました。観光学生服株式会社の横顔をご紹介いたしました。この時間は第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部、大会4日目準決勝の第1試合、豊田合成対枠永製薬の模様を大阪堺市立大浜体育館よりお送りしています。さあ、それでは今日のフロアリポーターを呼んでみましょう。豊田合成サイドです。石黒真美アナウンサーです。石黒さん。はい、こちらではつい先ほどまで豊田合成の全体練習が行われていました。見ていると号令をかけるのがルーキーの土井海斗、
そして皆さん選手の方たちからはファイターという掛け声が聞こえてきましたよ。田中監督にお話を伺ったところ、枠長製薬は非常に勢いがある、でも自分たちも連覇への気持ちは非常に強い、ディフェンスではマルティンが入りチャオが休めるようになったところが強みなので、トレーニングしてきたところを生かしていきたい、選手たちは互いに応援し合って同じ方向を向いて良いムードだと教えてくださいました。こちらからは以上です。はい、石黒真美アナウンサーでした。豊田合成の田中茂監督、まあ、私もお話伺ったんですけれども、まあ、昨日はやっぱり苦戦したなと、そんな風な話ありましたけれども、まあ、自分たちはでもただ合成らしい躍動感あるプレーを今日はやろうよと、そんな声をかけたんだなんてね、そんな話もありましたけれども、まあ、トーナメントなのでとにかく勝つこと、1点でもいいから勝つことが大前提ではあるんですけれども、まあ、豊田合成らしい躍動感あるプレー、そういうのを見せたいな、でもうその声をかけるだけでできる、そういう集団なんです、そんなことも話していましたね。そうですね、はい、もう本当みんな職人が揃ってるというか、素晴らしいプレーが揃ってるので、はいはい、楽しみですね。はい、さあ続きまして、枠長製薬サイドのリポートです。福田由衣アナウンサーです。福田さん、はい、聞こえておりますでしょうか。はい、代わって枠長製薬を紹介していきます。小籔監督に話を聞きました。まずどうやって勝つか、守って勝つ、試合のコンセプトは自分たちのミスから相手の速攻に移らせない。そして注目選手ですが、今大会大活躍の川上翔太、ピボットプレーでかき乱すそうです。最後に、昨日のミーティングで小籔監督がかけた言葉は、疲れているが魂でやるぞ。それではお返しします。はい、リポートは福田由衣アナウンサーでした。まあ、小籔監督、まあ、やっぱちょっとやっぱ疲れがあるなみたいなことはね、話もありましたけれども、やっぱり最後は気持ちの部分なんですよねっていう話が印象的です。やっぱりそうですね、あの科学的なトレーニング、理にかなったものとか、そういったものはありますけれども、こういったトーナメント勝負で最後勝敗を決めるのはやっぱり気持ちの部分っていうのは大きいんですよねっていうね、そんな話もありましたけれども、そうですね、気持ちがあってさらにそれで勢いが出るというようなところですかね。はい、まあ、特に昨日いい勝ち方をして、大道特殊相手にいい勝ち方をしています。まあ、そういった勢いを、持って、まあ相手はね強いけれども、まあしっかりとやっていきますよと、かなりこうなんですかね、自信を奥に秘めたといいますか、そんな印象を受けました小籔監督です。この試合ですけれども、30分ハーフ60分で行われます。60分で決着がつかない場合は5分間で交代の10分間の延長戦、それでも決着がつかない場合は第2延長としてさらに10分間の延長です。それでも決着がつかない場合は7メートルスローコンテストで勝利チームを決定します。24チームが出場、トーナメント戦による日本一決定戦です。さあ、こちら豊田合成が映っています。豊田合成は昨日の北陸電力戦36対29で勝ちました。北陸電力はスローオフの段階から7人攻撃を仕掛けてきました。まあ、序盤こそ連携にミスがあったものの、前半16対15と豊田合成が1点リードで折り返します。まあ、そんな中やはり7人攻撃ということで、少し疲れの見える北陸電力に対しての守備の修正に、まあ、ハーフタイムから修正に成功した豊田合成、後半だけで20得点、36対29で準決勝に進出いたしました。まあ、この試合はどのようにご覧になられましたか。そうですね、まあ、北陸電力の出来が良かったというかですね、はい、まあ、豊田合成さんとしても、はい、なかなかエンジンがかからないようなところで、ただまあ後半に入って、活躍しだした、14番の田中選手とかですね、はい、ああいった勢いがある選手とか、はい、あとまあ3番のトイ選手ですかね、はい、若い選手ですけど、はい、非常にパワフルなプレーで、まあ、勢いを呼び込んだような感じの試合だったと思います、ね。はい、3番のトイカイトは大卒1年目です。日本大学出身、新人賞の対象でもありますのでね、これから その豊田合成の活躍に比例してどんどんとそのトイの出場時間が増えてるんですよね。そうですね、このところ、はい、はい、なんでそういった、トイカイト、新しいバックプレイヤーの登場にも期待したいと思います。一方の枠長製薬は、昨日の準々決勝は大道特殊高36対33で勝ちました。
序盤は成田などバックプレイヤーを中心に徐々に7番のピボット川上にボールを散らして、大道徳志向ディフェンスに的を絞らせませんでした。後半に入っても枠永はカットイン、速攻ピボットプレーをうまく繰り出し、大道徳志向の追随を許さず36対33で勝利し、準決勝に進出しました。このピボットとの連携、レポートにもありましたけれども、かなりこれが効いてましたね。そうですね、あそこ川上選手のところがあれだけ気にすると、はい、やはりうまくオフェンスが回って、はい、いい展開になると思いますね。7番の川上選手、ピボットの、選手ですとお話伺いますと、まあ、特にこの大会に臨むにあたって帰ってきたことはないんですというような話です。まあ、ただ自分のやるべきことを徹底してやっている、その中で自分が決めるべきところは決めるし、そして、まあ、自分が決められなくても、まあ、他の選手が決めることでなれば、まあ、自分の、役割は果たせているんじゃないかと、そんな風な話もありました。まあ、特にその豊田剛生としては、攻撃ディフェンスがかなりアグレッシブで前に出てきますので、そのあたりやはりこのピボットの川上の動きといったところ鍵になってきますかね。そうですね、ジックゼロディフェンスですけど、はい、豊田剛生は、はい、ただまあプレッシャーどん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 かけてくるので、はい、その裏をなんとか使いたいですね。そうですよね、まあ、そういったあたりは、枠永製薬の小籔監督も、意識をしているようでした。まあ、ただそこで、まあ、ピボットプレーがうまく機能しだすとディフェンスが今度は下がってくる。そこは、まあ、強力なバックプレーヤー、稲毛がいます。そして、日本代表の成田もいます。強力ですよね。そうですね、まあ、それをコントロールする田中選手もですね、はい、非常にすごいプレイヤーなので、はい、まあ、本当に楽しみですね。はい、今お話上がりましたが、田中、30番のセンターバックの田中も準々決勝で4得点挙げています。稲毛は昨シーズンの JHL の、まあ、得点王ということですので、まあ、得点力は非常にあるチームです。枠永製薬 今シーズンの JHL の平均では13試合で、まあ、平均得点28点、平均失点が27点という戦いとなっています。一方の豊田剛生ですけれども、 JHL ここまで14試合戦いました。ここまで平均得点が35、平均失点が27、平均得点が昨シーズンよりも5点、まあ、4点ほど増えてるんですよね。かなり得点力が上がっています。そうですね、まあ、これもディフェンスが機能して、はい、そこから職人の、はい、両サイドですね、はい、そこにつないでの速攻というのがありますので、それで上がってるんだと思います。そうですね、まあ、キャプテンの腰を、バックウィングプレイヤーですけれども、現在 JHL の得点ランキングトップです。さあ、いよいよ選手たちの入場となります。今日はたくさんのお客さんが朝から詰めかけています。大阪の堺市立大浜体育館です。レフェリーは古川、そして村田のコンビです。マッチオフィシャルは福島良一、マッチオフィシャルは福島、テクニカルデレゲートは立原真由美、テクニカルデレゲート立原、そして畑のコンビでこの試合裁かれます。オフィシャルは大阪ハンドボール協会、モンバーは大阪体育大学女子ハンドボール部の皆さんです。そして年明けには日本選手権も控えている大阪体育大学女子ハンドボール部の皆さんが、コートキーパーとして入ります。入場です。さあ、いよいよベスト4、明日の決勝に進む両チーム、これから相まみえるということになります。信志軍団の枠永製薬です。そして2連覇を目指す豊田剛生です。枠永製薬はベスト4、2017年の69回大会以来4年ぶりの準決勝進出ということになります。まあ、前回もこの大阪での大会だったんですよね。そうですね、はい、はい、まずは豊田剛生ブルーファルコンの紹介です。選手紹介、背番号1番藤戸亮介、1番ゴールキーパーは藤戸亮介、中京大学出身です。背番号2番山口雄貴、2番は山口雄貴、194センチあります、筑波出身。背番号3番
3番は戸井海斗、日大出身、カットインとミドルが得意な海軍センターバック。5番は森龍太郎、東海大学出身、2回戦は1得点。7番はヨアン・バラスケス、ツインタワーの一角、キューバの超人です。8番は津波子俊介、東海大学出身。9番はチャオ・シェンチャン、ツインタワーの一角、昨シーズンの MVP です。12番ゴールキーパー中村拓海、ここ一番のセーブは拓海の技。14番は田中大輔、日本大学出身です。15番は堀井裕樹、筑波出身です。17番センターバック古谷雄生、ツインタワー使いの古谷。19番徳田慎之介、筑波からハンガリーでもプレーしました。徳田剛生、豊田剛生の暴れん坊将軍。20番は出村直次、筑波からデンマークでもプレー、必殺仕事人。21番キャプテン越塩豪樹、中京大学出身、振り向けば奴がいる。22番藤井瀬奈、 F1 センターバック。23番はディエゴ・マルティ、元スペイン代表です。鈴木トレーナー、ロペスコーチ、畑中コーチ、そして監督は田中茂、監督は田中茂監督です。筑波出身です。昨シーズン初の最優秀監督賞も受賞しています。豊田剛生ブルーファルコン、2年連続3回目の優勝を目指します。福永製薬1番ゴールキーパー原口博樹、福岡大出身の新人です。3番は福本義信、中央大学出身、準々決勝は得点なし。4番はピボットの助安康生、大阪体育大学出身です。5番は日本代表の成田光平、ドイツでもプレーの経験あり。6番は小竹壮太、福岡大学出身、新人選手。7番は川上翔太、日大出身、今大会絶好調。10番は稲毛龍斗です、大阪体育大学出身、アイスランドでもプレー。11番は矢田道人、大阪体育大学出身、スイスでもプレー。12番ゴールキーパーは伊藤幸太郎、ドイツでもプレーの経験あります。13番は原健也です、スイスでもプレーの経験あり。16番ゴールキーパーの奈良山周平。17番は小安孝之、大阪体育大学出身です、スイスでもプレー。19番は後藤悟、大阪体育大学出身、ドイツアイスランドでプレーの経験あり。23番は福田翔太、日体大出身、スイスでもプレーの経験あり。30番はキャプテンの田中圭です。31番は庄司直行、ドイツスウェーデンでもプレーの経験があります。そして浜田コーチ、はい、浜田トレーナー、コーチ佐藤智人、佐藤コーチ。そして監督は小籔健二、監督は小籔健二監督です。桃山学院高校から中央大学です。ソニーセミコンダクターマニュファクチャリングで監督、そして女子日本代表のコーチも務めてきました。枠永製薬、枠永レオリックです。7番の川上翔太は日本体育大学卒業です。3シーズン目、2回戦では10得点、3回戦では11得点挙げました。今大会絶好調、今日の注目選手となります。さあ今日の解説は古江正幸さんにお願いをしております。さあ古江さんの注目選手挙げていただきたいんですけれども。そうですね、はい、やはり枠永製薬の方は絶好調の川上選手ですね、はいはい、そこがピボットとしてどれだけ機能するかというのが楽しみですね、はい。まあ、豊田剛生の方はですね、やはりバラスケ選手、チャオ選手という両バックプレーヤーが強力ですので、はい、まあ、そこの、凄さというのも体感してみたいですね。そうですね。そして先ほどリポートにもありましたけれども、ディエゴ・マルティンが入ったことでチャオが休めるというような話もありました。
このあたりやっぱり大きいですよね。やっぱりそうですね、ずっと出続けるというのは、はい、バックプレーヤーをやって真ん中を守るという、はい、出続けるのは大変なので、そういったところは大きい要素ですね、はい。解説の古江さんもバックプレーヤーとして活躍されましたけれども、そのあたり その大変さというのはやっぱり身にしみるものがありますか。そうですね、特にチャオ選手と入った時は真ん中3枚目守りますので、はい、そこはもう本当に身体接触が多くて、はい、どんどん体力が削られていくので、やっぱその辺は大変ですね。まあ、そうなってくると、そのどうしても、ポジションといいますか腕の長さもあるんですけれども、チャオシエンちゃん少し体重が、まあ、あるかなというようなところがあるんですけれども、そのディエゴ・マルティンと併用することによって、そうした、まあ、足がきっちりとついてくる、体重も減ると、そういう効果もありますか。そうですね、そういった効果もあると思いますね、はい。さあ選手たちが入ってきました。2番の山口がスターティング入っています。そして17番の古谷も入っていますね。2人が並んで入っている。2番のピボットに山口、そして古谷がスタメンでセンターバック、7番のバラスケス、9番のチャオシェンちゃん、そしてコシオとデムラ、中村というメンツです。さあスタートしました。第73回日本ハンドボール選手権男子の部準決勝の第1試合、大会4日目、ゲームナンバー21、豊田合成対涌永製薬の対戦です。豊田合成は過去2回優勝、2年連続3回目の優勝を目指します。涌永製薬は去年ベスト8、9年ぶり15回目の優勝を目指します。30分ハーフの前半です。右から左に攻める豊田合成、かけていく、ここでパスカットに行く、稲毛が引けた、ここはシュートに行く、決まりました。先制点は豊田合成、17番の古谷雄生の得点です。古谷から行きましたね。そうですね、すごいシャープな、はいはい、素晴らしいシュートでしたね。古谷はもうカットインもありますし、まあディスタンスもありますし、まあ、センターバックとしても十分な働き見せていますね。そうですね、両バックプレーヤーをしっかりコントロールして活躍してますね、はい。そして涌永製薬、涌永レオリックです。30番の田中圭が真ん中にいます。10番の稲毛、そして成田、フリースローになります。フリースローは9メートルラインの外からですとプレーがなります。ディフェンダーは3メートル離れなくてはいけません。シュートを打つことも可能です。そして7番の川上がピボットとしてライン際にいます。稲毛、ちょっとここは突かけてしまった、ターンオーバーになる、そしてバラスケス、決まりました。2点先制、豊田合成です。涌永製薬は今少しその、まあ、ハンドリングミスといいますか、もったいなかったですね。そうですね、豊田合成の方の徳田選手とバラスケス選手が、はい、すごいプレッシャーをかけてるんですね、はい。あそこでこうパスのリズムを取れないようだと厳しくなってくるので、はい、そこで、まあ、川上選手がそのスペースを利用したいですね、はい。前 その11月27日の対戦でも結局は自分たちのミスで自滅してしまった部分もあるので、まあ、そうしたミスをしないようにというような話もありました。さあすぐに行きます。ここは当たっている。そしてここで長い笛があったが、あ、これはイエローカードということで警告ですね。ナイスプレーですね。チャオシェンちゃんに警告です。さあこういったあたりで涌永製薬がライン際強いですよといったところを見せつけるには十分なプレーだったかと思います。そして7メートル点決めます。これで2対1になります。10番の稲毛龍斗、一本返しました。このシュートいかがでしょうか。そうですね、しっかり股下まで打ち抜いてますね、はい。さあチャオシェンちゃんにイエローカード、警告が出ています。警告が2枚、発令されますと退場、2分間の退場になります。そして腰を打ち抜いてきました。腰をです。いや確率高いですね。そうですね、しっかりキーパーを動かして、はい、ところを近め抜いてますね、はい。まあ、腰尾は、まあ、キャプテンとして伺いますと、まあ、いつも通り自分たちのプレーをやりましょうと、まあ、特にその表立って、みんな集めて話をするっていうことはなかったけれども、もうそれをやってくれるチームです、そんな話がありました。稲毛からピボットトス、ここは3人で対応しています豊田合成です。やはりかなり意識していますね。そうですね、今のところしっかり守れているかなと思いますね。注目7番の川上翔太、涌永製薬です。そして11番の矢田が上がってきています。矢田も非常に調子がいいです今大会。
矢田はその成田との連携といったところ、おっと、そしてここでパス、腰尾に渡る、余裕がある腰尾です。腰尾は連続得点、4対1になりました。はい、どうぞ。今の速攻なんですが、田中監督曰く、パスカットから2秒でセンターラインを越えていることが豪勢の速攻のルールだそうです。パスカットから2秒、なるほど、すごいね、はい、い意識ですね、それはね。まさにこう振り向けば奴がいるという形ですけれども、もうオフェンスでもディフェンスでもすぐそこに腰尾がいます。そしてデムラもいます。両ウィングを走らせてくる豊田剛生です。シュート決まりました。ここは鮮やか、30番の田中圭の得点です。3敗。そしてここでバラスケス早い。勝負が早いぞバラスケス。5対2になりました。真ん中で飛ばれてしまうともうチャンスがないですね。はい、高いですね。ですね。バラスケスは197センチあります。キューバ出身です。ポルトガルやスペインなどでもプレーの経験があります。まあ、スペインリーグもかなりですねレベルの高いリーグですので、そういったあたりで揉まれてきたヨアン・バラスケスです。さあ成田、成田は日本代表190センチあります。30番は田中圭、7番川上、高いディフェンスを張っている豊田剛生です。パッシブの予告、手が上がりました。そしてピボットに通ってシュートに行くが、ここは決まりました。10番の稲毛が行きましたか。今はそうですね、はい、そしてここも早い徳田慎之介です。暴れん坊将軍、これで6対3。豊田剛生の勝負が早いですね。早いですね、はい、今特にあの徳田選手が出たところの裏をポストでやられたので、はい、まあ、そのお返しというばかりに強引に攻めていきましたね、はい、そして和久永製薬は11番の矢田が少し上がっています。成田がウイングの位置にいます。サイドスローのシュート、ここはキーパーセーブしています。中村です。さあバラスケス早いぞ、バラスケスチャオ決まりました。バラスケスチャオのツインタワー。いや今ねバラスケス選手しっかりチェックして守ったんですけどね、次に来るのがチャオ選手というね、はい、本当強力ですよね。この豊田剛生のツインタワーは強力です。もうそしてオフェンスだけではないディフェンスでもかなりの戦力になっている豊田剛生のツインタワーです。さあ7対3となりました。前半の6分を過ぎています。ここまでの両チームはどのようにご覧になりますか。そうですね、あの和久永製薬の方が少し攻めにくそうにしているので、はい、まあ、それはあの豊田剛生の徳田選手 の、 あのプレッシャーですね、はい、牽制の動きというか、リズムを崩す動きがすごい効いてますね、はい、徳田は日本代表、東京オリンピックでも活躍しました。14得点挙げています、まあ、そのあたりその世界基準を肌で知っている、まあ、もちろん ね、ご本人もハンガリーでのプレーの経験もありますけれども、まあ、そうしたワールドクラスのディフェンスをしている豊田剛生ということになりますね。そうですね。さあ一方の豊田剛生としては、まあ、オフェンス面はもうほぼ完璧だと思いますけれども、ディフェンス面もここまで順調ですよね。順調ですね。あの川上選手のところもしっかりチェックできてますし、はい。さあ和久永製薬が早い時間にチームタイムアウトを取りました。タイムアウトは、1試合に3回取ることができます。7番の川上、そして川上が行く、捕まえます。ここはチャージング取りましたか。チャージングですね、はいはい、オフェンスの選手がディフェンスに対して正面から当たってしまいました。そして徳田がフォローしている。徳田が残っていますが戻っています。17番の古谷が入っていきます。真ん中に古谷。さあセットオフェンス、和久永のディフェンスも結構ラインを上げてますね、はい、かなり上げています。10番の稲毛、チャオシェンちゃんから古谷、バラスケス、バラスケス早い今ね、しっかりあの矢田選手がついてコースを限定して、はい、近い方もしかなかったですね、コースが。ナイスセーブです。ナイスセーブですね。
この伊藤も昨日の大道特殊高戦、まあ、顔面にシュートを受けるシーンなんていうのも、ね、ありましたけれども、はいはい、必死にゴールマウス守っていましたね。そうですね、本人もあの今日聞いたら全然大丈夫ですって言ってましたんで、はい、さあピボットを、ここはフリースローになります。今はその、足で当たったところを取りましたかね。そうですね、はいはい、11番の矢田道人センターに入っています。そして成田牽制の構え、徳田が前に出ています。そしてピボットで通る、ここはキーパーセーブした。そして接触があったぞ、大丈夫か、大丈夫ですかね。少し心配です。今大会絶好調の川上ですけれども、ゴールキーパーの中村と接触がありました。膝が少し当たりましたかね。そうですね、後ろからだったんで、まあ、チャオ選手がこれで2分間退場になりましたね。はい、チャオシェンちゃんが2分間の退場です。そして7メートルスローが枠長製薬に与えられます。現在前半の8分、得点は7対3、4点のリードは豊田合成です。7番の川上は大丈夫か、ベンチには戻っていきますが、残りますかね。大丈夫、はい、そうですね。さあ7メートルスローです。大事な7メートル決まりました。7対4になりました。まあ、7番のその川上としては、まあ、自分で得点こそできなかったけれども7メートルを勝ち取った、まあ、そういったプレーというふうに捉えてもいいでしょうか。そうですね、しっかりあのスペース確保できてましたし、はい、チャオ選手を退場まで ね、 そうですね、持ってきたんでよかったですね。そして豊田ゴースはゴールキーパーを下げています。コートプレイヤーを6人、エンプティーゴール状態です。枠長製薬はここは追いつきたい、点得点を重ねていきたいところです。2分間の退場です。バラスケス割れてきた、ここも狭かったぞ、アウトの位置。バラスケス本日3得点目、もう歩幅が全然違いますね、ここで中まで入っていけるんでね。はい、そして大きなパス、19番の後藤です。今日その右ウィングに初めてパスが通りました、枠長製薬です。そしてもう一度使う、勝負に行く、ここは中村セーブ、匠の技炸裂、まあ、よく守りましたね、人数が少なかったんですけど、はい、そしてゴールキーパーを下げています。まあ、数的優位な、枠長製薬がウィングのプレイヤー使ってきたんですけれども、ここしっかり対応しました中村です。古谷からバラスケス、バラスケス高い、今日はバラスケスのシュートの本数が序盤から多い。そして速攻に行く枠長製薬、来た、19番の後藤悟、アイスランドから復帰のシーズン、まあ、いい展開でしたね、ゴールキーパーのセーブからそこまで、はい、8対5になりました。枠長製薬は豊田合成の3連続ポイントというのをこれまでのところ防いでいます。手元の集計です。前半の10分を過ぎました。30分ハーフで行われています。得点8対5、3点差、1人少ない時間帯を解けています。ゴールキーパー戻っている。そしてバラスケス、徳田、古谷、パッシブの横手が上がっています。打った、ここはポストに当たる。そしてリバウンドは枠長がセーブするが、これは間に合いません。惜しかったですね、ゴールです。はい、いいプレーでしたけれども ね、JHL の野節軍団、枠長製薬です。非常に各選手とも体格がいいんですよね。そうですね、はい、力強い男らしい集団です。そしてここ徳田のシュートですが、ナイスセーブ、パッシブの予告は一度解けています。これ枠長が2本セーブしたのにリバウンドちょっと取られてね、はい、ここもしっかり守りたいですね、はい、ここも対応します。11番の矢田道人です。矢田はその成田としっかりと連携をしていきます、そんな風に話をしていました。このあたりがその3枚目の連携というところでしょうか。そうですね、今もしっかり守れてますね、この後ですね。バラスケス来る、バラスケス持ち込む、フリースローになります。
今日はバラスケスに集めていますね。そうですね。スカイプレー、腰を走ってよし、飛んでよし、腰を豪気です。今すごいスーパープレーですね。はい、パスも抜群ですし、高いところから、はい、素晴らしいプレーがありました。今のもね、オフェンスやりながらちょちょっとこう目配せしたりとか、アイコンタクトとかで合わせてると思うので、はい、ナイスプレーですね。古谷腰尾のラインでスカイプレー完成です。9対5になりました。4点差。6番得点が止まっていたんですけれども、はい、6番 の足があった中、腰が得点を止めた状態です。はい、まあ、6分ほど、まあ、涌永製薬が攻めていた時間、割と比較的長かった。あとはディフェンスをしっかりやっていたということになるかと思います。さあ、パッシュの予告手が上がっています。シュート、ここも中村セーブ。そして素早く投げるチャオシェンちゃん、戻っているチャオシェンちゃん、力強く突進して決めた。チャオシェンちゃん一人でいったが、ここで2分間の退場も取りました。17番の小安、あの体で突っ込んできますからね、たまらず押してしまいましたね。そうですね、今なんて言うんでしょう、チャオシェンちゃんが意思を持ってと言いますか、自らも今日これは自分で決めるんだと、そんな意思を感じてほしいんでした。そうですね、気合入ってましたね。この豊田高専の各選手の今日の気合というのはすごいですね。やっぱり昨日よりもまた一段ギアが上がってますね。まあ、昨日は、まあ、どうしてもね、なかなか、前序盤といいますか7人攻撃に苦しんだ場面もありましたけれども、今日は序盤からトップギアに入っています豊田高専です。昨シーズンのチャンピオンチーム2冠を達成しています。パスが乱れる、パッシブの動く手が上がっています。対応している豊田豪勢です。さあ、このあたり涌永製薬としては、まあ、あまり攻撃の回数ありませんけれども、どう打開していくか。シュートに行くが、ここはキーパーセーブ、リバウンドを拾っています豊田豪勢。そしてエンプティー投げて決まった。星を力強い、今本人ちょっとヒヤッとしたんじゃないですかね、バーに当たって。そうですね、少し勢いつけすぎたかなというような表情でしたけれども素晴らしいゴールですね。枠内に収まりました。11対5、これで豊田豪勢はチーム3連続ポイントということになります。手元の集計です。まもなく前半の15分、1人少ない枠永製薬、残り30秒。バラスケスから徳田、エンプティーゴール状態です。暴れん坊が決めていきました。ちょっと枠流せる流れが悪いですね。12対5になりました。一人少ない時間帯、残りおよそ15秒、枠流制約です。7点差がついてしまいました。そろそろこの流れを止めないといけません。そうですね、両チームはベンチの動きがちょっと、はい、慌ただしくなってきたので、どういった手を打ってくるんでしょうか両監督。31番の庄司が入ってきています、枠永製薬です。そしてチャオが対応する、あっとパスカットに行く、出村シュートに行く、決まりました。17番小安、11矢田ですね、はい、12対6になりました。今日はグレーのユニフォームの涌永製薬です。チャオシェンちゃん、シュートフェイク、ここは奪います。さあ、ここはチャンスになる涌永製薬、開いた、キーパーセーブ、巧みの技、そしてリバウンド拾ってシュート決まった。19番の後藤悟、大阪体育大学出身です。今落ち着いてましたね、しっかりバラスケス選手が来てるのを見て、中に切り返しましたね、はい、12対7となりました。この時間帯は両チームともに退場者はいません。17番の古谷、2番の山口は受けに来ます。そしてここはパスミスがありました。さあ、チャンスになる
枠長製薬の時間とできるか。オフェンスのターン突っかけます。山口いいディフェンス。山口も194センチあります。190センチが軒並み揃っている豊田合成のディフェンス陣です。そしてディエゴ・マルティンが準備をしている姿も見えます。豊田合成一旦ボールが入れ替わります。そしてここで選手が入れ替わりました。20番ですかね、デムラ、失礼ですね、デムラが入ってきました。デムラもかなり1枚目の守備高めに張っています。ここはシュートまでいけない。そしてきたが10番の稲毛、エースの稲毛連続ポイントになります。枠長製薬12対8、いかがでしょうか。今その前のね、あの13番の原選手がしっかりあの間を割っていって、はい、フェンスのラインを下げたところで、はい、稲毛選手がロングシュート打てましたね。まあ、この枠長製薬は、徳田、豊田合成のディフェンスの上げ下げをしっかりと、まあ、させたい、下げさせたいというのはここはもう狙いになりますよね。そうですね、やはり大型なので、はい、その出てこられた上から打つのは難しいので、下げたいですね、ライン。チャオシェンちゃん、今日は豊田合成がピボットに入れるシーンというのはそう多くありません。バラスケス、バラスケス持ち込んだ。止まらないですね。今日はバラスケスがいいですね。一回チェックに行ってるって目の前にもいるんですけど、はい、腕だけのしなりでシュート打てますからね、はい、2人を引き連れてのシュートゴールとなりました。涼しい顔です、バラスケス。前半の18分を過ぎました。得点13対8、5点差です。13番の原が入ってきています、枠長製薬。19番後藤、ここは星尾がカットに成功した。ナイスカットですね今。そしてバラスケス動きがいい。あの豊田合成は、まあ、朝早い試合が多かったんですけれども、さすがに慣れてきましたというような話もありましたけれども、今日も第一試合で登場です。まあ、チャンピオンチームの、まあ、宿命といえる、まあ、日程時間となりますけれども、そうですね、あの第1シードなんで、はい、1試合目ばっかりですね。そうですね、まあ、トーナメントの一番早いところから、上がってくるということになります。そしてデムラですが、ここはキーパーセーブしている。デムラは決定率高いんですけれども、ここはキーパーナイスセーブです。今あの豊田合成3番の戸井選手が出てきましたね、はい、ナイスパスでしたね。ポイ回答を使う時間帯が早くなってきています。まあ、以前は、比較的後半に入ってからというような交代がシーンが多かったんですけれども、前半の早い段階から出てきています。ディエゴ・マルティンも入っています。3番のポイ回答は186センチ95キロ北海道出身です。パッシブの横手が上がっています。枠長製薬トイが狙っている。チャオシェンちゃん下を抜いて、ここで笛です。トレーナーを呼びます。今のはどういった流れだったんでしょうか。シュートじゃないところで反則があったみたいですね、はい、罰則が出るんでしょうか。23番のディエゴ・マルティン、あ、出てますね。2分間の退場になっています。マルティンはちょっと全然関係ないところだったような感じでしたけどね、はい。ディエゴ・マルティンが退場しています。さあ、枠長製薬4番のスケヤス・コウセイが一旦ベンチに下がります。先ほどのスケアス選手ですが、はい、顔のあたりを押さえているようでした、はい、リポートは福田優衣アナウンサーです。枠長製薬サイド、トイカイト、チャオシェンちゃん、チャオシェンちゃん、これがチャオシェンちゃんです。
クロスのシュート今ね、トイ選手が見ていったところで、はい、庄司選手ですかね、はい、かなり激しい押したので、退場になりました、ね、そうですね。両チームともに1人少ないコート上の人数となっています。さあディフェンス戻るが中村今日は投げない。昨日はエンプティーゴール、まあ、ゴールキーパーから直接狙うシーンが3度あったんですけれども、まあ、いずれもその枠を外してしまいました。まあ、そのあたり伺いますと今日はロングスローを修正してきましたと、調整したというような中村選手でしたけれども、さっきのウォーミングアップの時に、ね、丁寧に投げてましたね。はい、今日は決めますと話をしていました。そして問い回答15対8になりました。パスメインのところはいいシュートでしたね。はい、このトイカイトの良さっていうのはどこに感じられますか。そうですね、パワフルなプレーももちろんなんですけど、はい、しっかりあのオープンスペースに位置取りができているので、はい、あのナイスプレーでしたね。準々決勝でも6得点挙げていますトイカイトです。カットインとミドルが得意。これまた長い笛です。フリースローですね。今7メートルですね。はい、ありますね。さあ両チームともに残り45秒ほど1人少なくなっています。そしてゴールキーパーは1番の藤戸が入ってきました。藤戸はリーグ戦7メートルのストップ7本あります。通算7メートル50セーブも決めている。ここは決めた。15対9になりました。10番の稲毛の得点です。稲毛も7メートルスローうまいですよね。うまいですね。しっかりあの振ってあのフェイントをして、はい、ゴールキーパー動かしてから打ってますからね。稲毛選手ですが、はい、ここまで5点決めていて、はい、そのうちの3点が7メートルスローになっています。そうですね。そしてここもいい。17番の古谷がカットインで割っていきました。あのピボットで2番の山口選手いいブロックでね、はい、コースを作ってましたね。この辺り そのオフェンスの連携も見事ですね豊田高生、はい、前半の22分から23分になろうというところです。得点は16対9、7点差がつきました。さあ枠永としてはここからギアを開けていかないといけない。やっぱりこの徳田選手のプレッシャーでリズムが狂ってますね、はい。ピボットにここは通らない。パスカットに成功している。デムラが走っている。デムラここでタイムアウト、早くも2回目です。17対9となりました。デムラはあの昨日の試合でも少し、足を痛めたようなシーンがあったんですけれども、まあ、そのあたりも大丈夫だということです。さあ、はい、どうぞ。ここまで枠永はミスが6回ありまして、はい、そこから全部構成は6点速攻につなげています、はいはい。まあ、単純にこの6点が、枠永製薬に動くとなると十分に逆転できる範囲内。そうですね、はい、ただ豊田高専のディフェンスがすごい機能しているので、はい、あそこをなんとか攻略しないと、まあ、事前からね、いつもやってるディフェンスなので、はい、分かってたと思うんですけど、はい、もう少し対策をしたいところですね、はい。まあ、どういったことが考えられますか。そうですね、徳田選手の下のスペースにピボットプレイヤーを置いたりとか、はい、あそこのスペースを使ってっていうところでちょっとラインを下げさせてですね、はい、で、まあ、強力なバックプレイヤーで攻めていくとか、はい、そういったことが必要かもしれないですね、はい。両チームとも1人少ない時間帯は終えています。オンコートには7人対7人。30番の田中圭キャプテン、7番の川上、そしてあここも14番の田中が、これは、まあ、腕に行ってしまったというような形です、ね、上から行ってしまったんですかね。上から叩くと、はい、反則になるので、横から行かないといけないですよね。そうですね、大きく振るがここはシュートにはいけない。素早いパス、ラテラル右に振ってシュートに行く。
ここはダメ、惜しかったですね、スピンかけて中村がコースを消していました。まあ、かなりその位置取りからもさらにね遠目から打っていったんですけれども、残念ながら枠の外でした。17対9、8点差がついています。前半の間もなく24分です。30分ハーフで行われています。トイカイト、徳田、ディエゴ・マルティーニョのパスは通りません。よく守ったんですけどね、ディエゴ・マルティンはフランスリーグからこの日本に来ています。まあ、フランスリーグも、まあ、フランスはオリンピック金メダルの国ですから、そこで揉まれているとディエゴ・マルティン。そして徳田の得点、徳田も気合が入っています。そうですね、キーパーを動かしてギャグをついてますね、はい、18対9になりました。9点差がつきます。点差がどんどん広がってきているこの第一試合となっています。そして古谷、田中が突っかける。投げ、枝に当たる。そして徳田が拾う。1対1になる。勝ったのは徳田。徳田が元気です。19対9となりました。10点差。ちょっとこれ以上は枠長厳しいですね。そうですね、なかなかディフェンスが豊田剛生のディフェンスを崩せてないので、はい、なんか対策をしたいですね。まあ、30点入ると勝利が見えてきて、40点入ると、まあ、かなり大勝というような形の、まあ、ハンドボールですけれども、すでに19得点上田剛生です。ここはゴールキーパー対応している。ナイスセーブです。ナイスセーブですね。匠の技が冴えています。少し余裕を持ったプレーになってきました上田剛生。まあ、一人一人がきっちりと自分のやるべきことを分かっている、そんな大人の集団豊田剛生です。今川さん、はい、14番の田中が入ってきました。センターバックです。はい、14番の田中大輔です。オフェンスファールですね。はい、チャージング正面から当たってしまいました。戻して、ここはどうだ、行くのか、余ったぞ。あー、キーパーナイス。今のはポストか。ポストですね。はい、いやでもコースがね、まあ、体で消えてたので。そうですね。これです。まあ、こういったところは結果的にはそのセーブというふうには記録はされないんですけれども、もうセーブに近い。そうですね。ゴールキーパーのセーブですね。記録上は、まあ、体に当てないとという部分が、判断の基準にはなってきますけれども。そしてここで行く、ここもキーパーセーブした。12番の伊藤光太郎です。伊藤光太郎は愛知出身、名城大学からドイツでもプレーの経験があります。ゴールキーパーでもその海外でやっていく、そういうのあるんですね。そうですね、でもなかなか珍しいと思いますね。はい、枠長製薬では海外でのプレーを経験した選手が多くいます。チャオ選手もしっかりディフェンスついてますね。はい、チャオは今日イエローカード1枚、そして退場が1回あります。ここはキーパーに任せて、そしてキーパーが対応している。いや、こんだけその中村が取ってくれますと豊田剛生も安心してディフェンスできますね。そうですね、ピボットウィング、今の田中選手と、はい、あの辺決めておけば枠中もねだいぶ楽になるんですけど、はい、なかなか追いつけないんですね。そうですね、まあ、はい、どうぞ。放送席です。左のウィング豊田剛生、津波子が入ってきています。はい、そして3番のトイカイトです。これで豊田剛生が手元の集計で5連続ポイントとなります。もう試合の展開もありますしね、はい、若い選手が伸び伸びプレーしますね。そうですね、大会は5日間行われています。今日が大会4日目、いよいよ今日の
準決勝2試合、そして決勝1試合を残すのみとなっています。日本選手権、ディフェンスしっかり守っています。ディエゴ・マルティン、そして左の1枚目は8番の津波子です。トヨタ合成は2枚目に入る選手はね、はい、本当にうまく牽制をしてプレッシャーかけてリズム崩してますね。22番の藤瀬奈も入っています。右の2枚目 F1 センターバック、日本体育大学出身の5シーズン目を迎える藤瀬奈です。チャオ・マルティン、そしてこれミスが出ましたね、攻守交代です。さあ前半もうほとんど時間がありません。29分を過ぎています。こちら20対9、11点差がついています。トーナメント戦で戦います日本一決定戦、日本選手権、トイカイト、スハコ、スハコについています。14番田中か、そしてここは長い笛があったぞ。今のトイ選手のナイスフェイントだったところ、小竹選手ですかね、はい、もうたまらず横から当たりに行ってしまいましたね。6番の小竹、これですね、はい、これで2分間の退場となります。そして7メートルスローも与えられます。豊田合成、この退場はちょっと痛かったですね。21番の越代が入ってきていますね。得点の多くを7メートルで占めている今日の腰をしっかりと決めます。そしてここは速攻決まりました。17番の小安、21対10になりました。そして時間がない、前半の終了です。21対10で豊田合成がリードして前半を終わりました。第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部、大会4日目準決勝の第1試合です。今日の解説は元日本代表で活躍されました古江正幸さんにお願いをしております。さあ古江さん、はいはい、前半ちょっと大差がついてしまいましたけれども、そうですね、ちょっと予想外の差がついてしまいましたね、はい、枠長製薬としては、まあ、ここを、ね、しっかりと挽回しないといけないというところになってくると思いますけれども、そうですね、ハーフタイムでどれだけ修正できるかですね、はい、ただまあ最後の前半の最後で退場者出してしまいましたので、はい、後半のスタートもまあ1人少ない状態からそうですねスタートすることになってしまいますので難しいですけどね、はい、画面右上に見えています得点表示、ここに退場者の番号とそして退場時間、残りの退場時間というのが表示されています。第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部、大会4日目準決勝の第1試合、豊田合成ブルーファルコン対枠長製薬枠長レオリックの対戦、前半終わって21対10、豊田合成がリードしています。さてこの配信は観光学生服株式会社の提供によりお伝えしております。観光学生服株式会社はハンドボールなどスポーツ用のウェアにも大きな強みを持っています。その強さの背景について伺ってきましたので、そちらをご覧いただきましょう。さて今日は観光学生服スポーツ開発課の山田彩香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。観光学生服さんは学校の制服やあと体操着以外にもスポーツ用の競技ウェアにも取り組まれているんですね。はい、そうなんです。体操服でも競技用ウェアでも着用機能性や耐久性など求められる機能性は共通しています、はい、そのため着用者の声に耳を傾け素材や製品の研究開発を行っております、はい、ではその取り組みを VTR にまとめましたのでご覧ください。高校女子ハンドボールの強豪岡山県立倉敷天城高校です。観光のユニフォームを採用しています。汗をたくさんかいたときにベタベタしないのがとてもいいです。結構引っ張られてもあんまりヨレヨレになったりせずに動きやすくてとてもいいです。とても
このような大企業が岡山県にあるっていうことはとても誇りに思うし、自分も将来は就職できたらいいなって思います。社長に言っておきますよろしくお願いします。今回の日本選手権にも出場した HC 岡山も観光のユニフォームを採用しています。はい、非常に着心地が良くて動きやすいユニフォームだなと思います。この観光さんのユニフォームは非常に速乾性も速くて、私がよく試合中にたくさん汗をかくんですけれども、1試合通して、しっかりと着られるユニフォームだなと、素晴らしいユニフォームだと思います。ハンドボール非常にこう激しいコンタクトスポーツなので、競技中にこう引っ張られることもあるんですけれども、そこでもしっかりと丈夫に伸びてくれるのでいいと思います。こうなんていうんですかね、滑った時にこう焼けたりして穴開いたりするんですけど、ユニフォームってこれ全然ないんで、すごいいいなと思ってます。シンプルなんですけど、誰が見ても見やすい、かっこいいユニフォームだと思います。そうですね、伸縮性であったりだとか、あとは着てて違和感がないところが、僕は重要視するところかなと思います。 HC 岡山、観光のユニフォームで岡山に元気を。イエーイ。選手たちの話を聞いていると、丈夫さだったり、あと伸縮性だったり、非常に定評があるんですね。はい、そうなんです。それだけではなく、ウェアとしての動きやすさや着心地にもこだわって、立体的なパターン設計の研究なども行っています。はい、山田さん、2人の女性にお越しいただいたんですが、これは一体。はい、弊社の白色でも透けにくいシャツ、ミエーヌの効果を実感していただくために、はい、こちら従来のシャツと、そしてこちらミエーヌなんですが、弊社の社員に着用していただきました。はい、白というとどうしても透けてしまうんじゃないかなと思うんですが、はい、実はこれ2人とも中に赤色のインナーを着用しておりまして、はい、こちらの従来シャツだと赤色が透けているのが分かるかと思うんですが、はい、こちらのミエーヌだとほとんど分からなくなっていると思います。画面向かって右の女性も赤のウェア着てるんですか。はい、同じインナーを着用しています。見てると分からないですね。このミエンヌなんですが、普段ハンドボールをやっている女子高校生の皆さんに感想を伺いました。あ、はい、私個人的に白が好きなんでとても憧れます。中の下着とかアンダーが透けるのがちょっと困ります。白のユニフォームとかすごく憧れるので、中が透けないその観光さんのミエンヌをぜひ着てみたいです。女の子は白いユニフォームにすごく憧れがあるんですけど、その白っていうことでインナーの色が透けてしまったりして、なかなか着れる機会とかがないんですけど、観光さんのミエンヌなら白でも透けないということで、そのインナーが透ける心配もなくてぜひ着てみたいと思います。さて、続いては精悍な男性に登場いただいたんですが、これは。はい、こちら観光プレミアムといいまして、防風性、コンパクト性、耐久性に優れた商品になっております。はい、実はこのようにこういった硬いブラシで表面をガリガリやっても全く傷がつきません。非常に薄くて軽い素材なんですが、とても丈夫なんです。本当に傷ついてないですね。はい、すごいですね。ちょっとこの観光プレミアムなんですが、防風性についての実験動画を作りましたのでご覧ください。2つのガラス容器の中には発泡スチロール製の小さな玉が入っています。下から風を当ててみると、ご覧のように発泡スチロールは飛び上がります。このガラス容器の下側に2種類のスポーツウェアの素材を通してみます。画面左が従来型の素材、右が観光プレミアムの素材です。ご覧のようにセットします。同じように下から風を当ててみると、なんとプレミアムの素材の方だけ発泡スチロールが動かず、風をほとんど遮断していることがわかります。山田さん、あまりの違いに思わず笑ってしまったんですが、はい、ありがとうございます。そうですね、先ほども見ていただいた通り、実際やっぱりこう薄くて軽い素材なんですが、徹底的に防風性にこだわった素材を使わせていただいてます。私たちハンドボール中継のスタッフが
非常によく身に目にしている審判服なんですが、こちらも、はい、弊社は日本ハンドボール協会審判用のユニフォームを製造させていただいております。そうなんですね。実際にこの審判服を着ている方の様子ご覧ください。改めてなんですが、審判の方も選手と同じぐらい動かなきゃいけないですね。そうですね。なので優れた背処理機能であったり、まあ、選手たちとの識別のために視認性の高い色の生地を採用するなど、着用者にポイントを伺いながら制作させていただきました。体操服や競技用ウェアに関しても当然ですが、着用者の声というものを一番に大切にし、環境の変化を考え、体操服や競技用ウェアをさらに進化させていこうと思っています。はい、選手、審判、もう全ての関わる方のために観光学生服さんは動いています。この時間は山田彩香さんとお送りしてきました。山田さん、この配信をご覧になっている方にメッセージをいただきます。はい、これからも観光学生服は着用者の声を伺い、より良い商品開発を行ってまいりたいと思います。はい、今日は観光学生服株式会社スポーツ開発課の山田彩香さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部準決勝の第1試合です。豊田豪勢ブルーファルコン対枠永製薬枠永レオリックの模様を大阪堺市立大浜体育館からお送りしています。現在得点は21対10、豊田豪勢が11点リードして前半を折り返しました。後半これから30分が行われるところです。今日の解説は古家正幸さんにお願いをしております。さあ古家さん、はいはい、前半の、まあ、各選手の、まあ、公式の記録来ましたけれども、目立った選手っていうのありますか？そうですね、数字で見るとやはり豊田豪勢のゴールキーパーですね、はい、中村選手のセーブ率が5割8分8厘ということで、そうですね、17本、シュートを受けて10本止めていると。6割近く止めているんですよね。異常なぐらい止めてますね。はい、はい、さあ、そして、まあ、複数得点というところで言いますと、越代が5得点、そして、徳田が4得点、まあ、速攻で取ってった点、取った点というのも多いんですけれども、チャオが3得点、バラスケスが4得点、トイカイト2得点、古谷が2得点という、まあ、もちろんまんべんなく点取ってるんですけれども、はい、その普段のその複数得点というよりも、その倍近く取ってるな、そんな印象を受けますね。そうですね、やはりそれだけ、まあ、セーブ率もそうですけど、はい、ディフェンスがものすごく機能してますね。はい、さあ一方の枠永製薬なんですけれども、稲毛が、まあ、エースらしく、7回シュート打って5本、得点しています、まあ、そのうち7メートル3本ありますけれども、そして後藤19番後藤が2得点ということですが、ちょっと気になるのが7番の川上、シュート1回で得点0と。そうですね、あと5番の成田選手もまあシュートを出てないんで、そうですね、はい、気になりますね。まあ、日本代表の成田ですけれども、まあ、ちょっとこの昨日うまく機能した、成田、そして、まあ川上といったところのオフェンス陣、ちょっと今日は元気がないかなと言いますか、まあ、豊田豪勢がしっかり対応しているなと言いますか。そうですね、豊田豪勢のディフェンスにはまっているような感じですね。はい、枠永製薬は12番の、ゴールキーパー伊藤は、26本シュートを打たれて、まあ、6本止めて、まあ、2割3分1厘というセーブ率、まあ、速攻も多かったんでこれ以上上げることはなかなか難しいと思いますけれどもね。そうですね、やはり枠永のオフェンスをなんとかしたいですね、はい、フィールドシュートもまあ18本しか打ててないので、はい、豊田豪勢はフィールドシュート26本打ってるんですね。そうですね、やはりそれだけ、少ないってことはミスが、はい、発生しているということなので、はい、やはりその豊田豪勢のディフェンスをなんとか攻略したいですね。はい、まあ、終盤に豊田豪勢は5連続ポイントというのもありました。ちょっとこのあたり後半どのように戦っていくのか、どんな、指示があったのか、またリポートしてもらいたいと思いますけれども、もういけますかね。はい、では、両チームの、リポート入れていきましょう。では、石黒アナウンサーどうぞ。はい、まずは豊田豪勢サイドです。監督にお話を伺ったところ、今一度冷静なゲーム運びを徹底することも後半気をつけたいとおっしゃっていました。退場ゲームにならないように気をつけたいということです。
またキャプテンの腰用なんですが、前半いい形でディフェンスから速攻ができた、ただまだ安心はできないので後半も自分たちのハンドボールをしたいということです。なおディフェンスについて12番の中村、枠内へのシュートは 46%、 枠外も入れると 61%、 13分の8というセーブ率です。豊田剛生は以上です。はい、ありがとうございます。石黒真美アナウンサーです。まあ、あくまで手元の集計ということになります。まあ、枠内と枠外と分けて、報告をしてくれました。さあ、一方の、枠長製薬サイドです。福田優衣アナウンサーです。お願いします。はい、枠長製薬ですが、このハーフタイムの間はオフェンスとディフェンスの課題について静かに話し合っていました。前半の29分44秒に6番の小竹の退場がありましたので、後半は開始から1分44秒間1人少ない状態で試合が続きます。この退場明け、どのように攻撃をしていくかというのを正確に話していました。また前半、手元の集計ではありますがミスが8回、そしてそれが全部速攻の攻撃になって得点になっていますので、ここのミスの部分をどうするかというのも気になるところです。お返しします。はい、ありがとうございました。枠長製薬サイドは福田優衣アナウンサーでした。さあ、解説の古江さん、はい、今の両チームの監督の話聞いていかがでしょうか。そうですね、豊田剛生はもうこんだけリードしてますんで、はい、まあ、そこをあとどうやってゲームを締めにかかるか、はい、安定した運びで、終わらせられるかというところですね。はい、枕の方はやはりなんとかオフェンス修正して、はい、攻略してほしいですね。はい、さあ、1人少ない、プレイヤーとなります。枠長製薬立ち上がり、残りが1分44秒ほどあります。後半のスタートです。ゴールキーパー下げているエンプティーゴール状態からスタートします。第73回日本ハンドボール選手権男子の部準決勝第1試合、大会4日目後半です。豊田剛生対枠長製薬、得点は21対10、豊田剛生が11点リードしています。サイドが変わってピボットに通るぞ、ここはそして顔面に当ててしまいました。最後とにかくボールを拾ってという場面でしたけれども、そうですね、チャオ選手がよくポストのパス触りましたね。フリースローでゲーム再開です。枠長は矢田選手がバックレアに上がってきて、はい、ウイングに原選手が入ってますね。はい、まあ、少しオフェンスの、ポジションを入れ替えてきました。この辺り、まあ、勝たないと次がないトーナメント戦です。パッシブの予告、手が上がる、左へシュートに行く、ここはダメ、きっちりと打てない。13番の原健也のシュートでした。これもその豊田剛生が楽な形でシュートを打たせませんでしたね。そうですね、ちゃんと接触して、プレッシャーがきついですね。はい、1人少ない時間帯は枠長製薬まだおよそ35秒あります。そしてデムラー、後半最初の得点は豊田剛生のデムラ、22対10となりました。手村は昨シーズンの JHL シュート率賞7割7分5厘、必殺仕事人です。11番の矢田、そして右のイング挟みます。強力にいきますね。強力ですね。ラインも結構今は上げてきてますね、はい、プレッシャーかけて。枠長製薬23番は福田翔太、30番キャプテンの田中圭、シュートフェイクから戻す、そしてピボットのパス、ここは通らない。そして2番の山口、山口が行きます。山口の得点です。23対10、後半連続得点を挙げています豊田剛生です。今のも数的優位というのもありますけれども、豊田剛生がまあ、余裕を持って縦にパスを入れていきました。そうですね、徳田のプレーです。しっかりと当たる、
激しい接触ですね。2番の山口、体を張っています。はい、どうぞ。この山口のディフェンスなんですが、9メートルラインを超えるあたりでしっかり当たっていきたいということです。はい、さあその9メートルラインの攻防、豊田剛成はその立体的そして有機的連動性を持った守備というのを持ち味としています。そしてその守備からのオフェンス、星尾、バラスケス、徳田、ゴールキーパー下がります。一旦下がりましたが戻ってきました。そして、枠長製薬の一人少ない時間帯を解けています。バラスケス、この角度から決まった。24対10、後半3連続ポイント、豊田剛成。そしてここも1本返すぞ。11番の矢田道人、大阪体育大学出身です。24対11。今気合のこもったね、体を使ったカットイン、見事ですね。そうですね、矢田は香川中央高校から大阪体育大学、そしてスイスでもプレーの経験があります。準々決勝では6得点挙げました。チャオシェンちゃん、バウンドパス、シュートに行く、ここはキーパーセーブ。12番の伊藤、ナイスセーブです。さあ早く行く、川上捕まえながら得点決まった。川上が得点、今日これで初得点となります。24対12です。今ね、目の前にディフェンスも返ってましたけど、はい、しっかり強気に強引に攻めていきましたね。そうですね、まああいったプレーでなんとか流れを引き寄せたい感じですね、はい、ディフェンダーはかなり前に張っている枠長製薬です。 3-2-1 ディフェンスで原選手入れてちょっと上げてきましたね、はい、バラスケスその上から、ここはオーバーステップか。4歩以上歩いてしまいました。徳田が入ってきている、シュートまで行く。ここで2分間の退場です。山口選手ナイスプレーですね。はい、2分間の退場、山口です。さあ枠長製薬は豊田剛成の1人少なくすることに成功しました。そうですね、真ん中の要選手を退場に追い込んだので、はい、ナイスプレーでしたね。後半徐々に追い上げていく枠長製薬、ウィングル出せる、うん、ここもキーパー対応している。ナイスセーブですね。はい、今日は前半のセーブ率6割を伺おうという中村です。中村拓海、枠長が数的優位の時も、はい、なかなか点数が伸びてないので、そういったところもこういう点差に現れてますね。さあそしてディエゴ・マルティンが入ってきました。豊田剛成です。14番田中大輔、15番の堀が右のウィング入っています。トイカイト、25対12、パワフルですね。はい、トイがその試合を重ねるごとに存在感を大きくしています。そして速攻返す11番の矢田道人です。25対13、後半も得点の取り合いとなっています。準決勝の第一試合です。大会4日目、明日が決勝戦、日本ハンドボール選手権大会です。ゆっくりとセットオフェンス、ボール回しからかなりディフェンス高く張っている枠長製薬。ナイスパット、うまく取った、走っている、さあ前にいる川上自ら行って決まった。川上の得点、25対14、川上これで今日2得点目、枠長製薬は連続ポイントとなります。連続ポイントが出てくるようになりましたね。そうですね、川上選手、はい、まあ、強引に体があるんですけど、はい、やっぱり日体大なんでものすごい走れますよね。なるほど、2回戦では10得点、3回戦では11得点挙げました川上翔太、まあ、特に得点王というのは狙ってはないです、まあ、ただ自分の得点が勝利につながるのであればいいと思いますと話していました。川上です。守備もしっかり対応している川上ですが、悔しい、
ちょっとね後ろから掴んでしまいましたね、パワーでは負けてなかったんですけどね。192センチ102キロのディエゴ・マルティンに対して180センチ90キロの川上翔太、まあしっかりと対応していったんですけれども、まあこれはもう気迫の裏返しですね。そうですね。後半の7分を過ぎています。1人少なくなりました枠長製薬です。高めに張っているディフェンス、13番の原健也、そして大きく振ったがこのパスは乱れている、腰上へのパスは通らない。ゴールキーパー下げてコートプレイヤーを6人としています。4番のスケヤスが入っていきました。ティボットの位置です。なかなかこの成田が出てくる場面っていうのは少ないですね。そうですね、なんとか出てほしいですね。はい、さあここは練習をしてきた中村、練習の成果、中村拓海エンピーゴール、見事ですね。今大会日本選手権初得点です。ウォーミングアップでもね、何球投げるんだっていうぐらい練習してたんでね、はい、さすがですね。まあ、昨日はそのね、3本投げたんですけれども、まあ、残念ながら枠を捉えることはできませんでした。そしてもう一度投げるぞ、どうだ、ここは枠の外しかし、まあ、ディエゴ・マルティンはナイスチャレンジだという形で拍手を送っていました。ベンチも笑顔が出てますね。会場入りしてきた時に中村選手に対して、まあ、同僚が今日は80本決めてくださいなんていう場面もありましたけれども、さあ枠長製薬スクニーリスタート、やだ、しっかりと守っています徳田です。徳田の守備もいいですね。パワーもありますからね。はい、ディエゴ・マルティン、そしてここはいい得点です。11番の矢田道人、矢田選手頑張ってますね。矢田が後半だけで3得点です。手元の集計です。徳田選手も今もうあえてファールをしない、ね、はい、そうですね、はい、もうグリーンに行きました。そうですね、まあ、点差があります。26対15、後半の間もなく10分です。30分ハーフで行われますハンドボール、チャオシェンちゃん、ピボットマルティン、ディエゴ・マルティン今日初得点、まあ、見事な連携でしたね。はい、チャオ選手から27対15になりました。さあ選手を入れ替えてきています枠長製薬です。3番の福本が入っていきます。そして31番の庄司、30番キャプテンの田中圭、右に6番の小竹壮太、1人少ない時間帯を解けています枠長製薬。ちょっとここ足に引っかかりましたがフリースロー、右の奥に、ウィングに23番の福田翔太、左のウィング3番の福本由伸です。ピボット7番の川上戻ってきている、切れ込んでった、ここはしかし枠には入らない。惜しいですね、ナイスプレーでしたけどね。いいチャレンジを見せました3番の福本由伸。選手が入れ替わります。豊田剛生、ここはどうだ、フリースロー、14番の田中大輔への対応です。楽永製薬、3番の福本をトップディフェンスという形で張っています。打たせる、ここもセーブする。さあ枠長シュートに行く、決まりました。30番田中圭キャプテン、27対16です。 JHL の野節軍団枠長製薬、枠長レオリック、追う点差はまだ少しありますが、しっかりとその戦い大阪堺の地で刻んでほしい。放送席、後半だけ見ると6対6で同点となっています。はい、まあ、枠長としては、まあ、いろいろな作戦
ここまでよくできているというふうに見ていいですか。そうですね、まずディフェンス体系を変えてきて、はい、それが機能してそこからの速攻が出てますので、はい、こういった形ですね、まあ、あとなんて言うんでしょう、さあ速攻に行く、決まりました、3番の福本。和歌山の選手たちがなんて言うんでしょう、輝きを取り戻したかなと、そんな風にも見えますけれども、ね、ちょっとずつペースが出てきてるかなという感じですね、はい、27対17、10点差としました。大きな声で指示を出します小籔監督。そしてシュート決まった、21番の越塩豪樹です。硬いですね、ナイスシュートですね、はい、フリースローになります。本日6得点目という越塩豪樹、ここはキーパーセーブしている、ちょっと痛そうだが、さあ攻めていく徳田、ディエゴマルティン行く、浮かした、ここは枠の外、自ら打っていきました、3番、失礼、チャオシェンちゃんです。ゴールキーパーよくプレッシャーかけましたね、はい、さあ中村は大丈夫か、シードですので2回戦からの登場ということになりますけれども、4日間連続の試合となります。決勝まで来ますとやっぱりこのレベルのプレーを、まあ、4日間続けるというのは非常に大変ですよね。そうですね、やはり体の消耗ですね、はい、どん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 疲れが溜まっていきますので、はい、大変だと思います、ね、まもなく後半の14分です。プレッシャーがきついですね、はい、なかなか、さあパッシブの予告手が上がっている、ピボットに通る、川上決めた、意地の川上、今田中選手よくリボットにパス通しましたね、そしてしっかりと自分の仕事を果たしました川上翔太です。沖縄の興南高校から日本体育大学出身です。バラスケスが入ってきた、マルティン、さあここは速攻に走る、川上当たっている、パスが通った、シュートリック、キーパーセーブ、巧みの技、今日はこの中村巧み当たってます ね、 ね、素晴らしい活躍を見せています。豊田剛生、後半の15分を過ぎました、28対18、10点差がつきました。囲まれている、やっぱり2枚目のプレッシャーをなんとかかいくぐりたいですね、はい、バラスケスが2枚目、こっちの徳田選手もねしっかり牽制かけてるんで、はい、そうですね、矢田への対応です。豊田剛生、さあそろそろパッシブの予告の手が上がりそうだ、シュートに行く、ここは外れます、もう打たされてしまったというような感じですかね。そうですね、今も守りがちですね、豊田剛生の。後半の間もなく16分です、28対18です。決勝戦は明日14時30分からここ堺市立大浜体育館でスローオフとなります。さあその決勝の切符掴むのは豊田剛生か、和久永製薬が逆転するのか、そしてディエゴマルティン、しっかり位置を取ってましたね、放送席、はい、田中監督曰くディエゴ・マルティン日本に来る前から日本語を勉強していて、ウーゴコーチよりも上手だそうですよ。なるほど、ウーゴコーチももう来日してしばらく経つんですけれども、長いですね、勤勉なディエゴ・マルティンです。アームレスリングが得意ということで、2017年のヨーロッパ選手権の U18 のベストセブンにも選ばれています。そして速攻に行く、決まりました、8番の津波子です。
30対18になりました。まあ、津波子も腰をの、まあ、影に隠れてしまうというのはありますけれども、いいプレーヤーですよね。いいプレーヤーですね。はい、後半の17分を過ぎました。得点は30対18、12点差になっています。2番の山口の守備です。ここも山口が対応している。山口が右に左、そしてここは早い、矢田の得点です。今は原ですか、失礼しました、はい、ここは早かった。13番ですね、原ですね、大変失礼しました。クイックのタイミングでね、はい、シュート打ちましたね。ナイスシュートですね。30対19となっています。後半の18分、背面パスは通らない。ちょっと徳田が苦笑いでバックチェック戻っています。ゴールキーパースローのやり直し。ゴールキーパー1番の原口が入っています。涌永製薬です。原口は福岡大学出身、新入団選手です。準決勝では3本止めています。今シーズンリーグ戦では4割8分8厘というセーブ率。徳田対応している山口、入ってくる稲毛、戻してピボットに通したが、ここは最後はもう叩き入れた、そのアタックのような形で最後は得点しました。ね、気持ちでねじ込んだような感じですね。はい、今の原選手からノーマークのプレイヤーにナイスパスでしたね。はい、これで30対20となりました。再び10点差。後半の19分です。日本選手権の準決勝の第1試合です。バラスケス来るぞ、来たー。もうバラスケスがシュートモーションでここぞという時のジャンプ力。そうですね、もう止まれてしまうとね、はい、なかなか守れないので。キューバの超人です。さあ14番の田中大輔、まあ、豊田剛生としてはもちろん目の前の勝負といったところもあると思いますけれども、その一方で、まあ、連戦といったところも頭に入っているプレーになると思います。そしていろんな選手を使ってきています。おっと、ここは少し足が滑ってしまった。これはアンラッキー。徳田が行きます。徳田が足で決めました。32対20になりました。まあ、その豊田剛生は変わった選手も同じようなレベルで戦いができる。そうですね、総合力高いですよね。どんどん活躍するプレイヤーばっかりですからね、そうしてその、まあ、前までは、リザーブだったプレイヤー、後半、まあ、途中からといったプレイヤーが前半からでも使われるようになってくる。そうですね、もう実力で、はい、プレータイム勝ち取ってますね、非常にいい循環が生まれている豊田剛生ブルーファルコンです。対応しているが、ここシュート打たせます。得点になりました。17番の小安が行きました。32対21になっています。後半のまもなく21分です。さあ残り9分、日本選手権の準決勝、その舞台にふさわしい戦いを両チーム見せています。また涌永はディフェンス体系がね、はい、シックゼロの体系になりましたね、ここは打たせます。決まった。15番の堀弘樹の得点です。さあここでオーバーステップ走っている。3対2シュート決まった。5番の森龍太郎。34対21。そしてここでタイムアウト。涌永製薬3枚目のタイムアウトを
請求しました小安監督です。そして小籔監督です。まあ、ディエゴ・マルティン選手もね、すごい真面目にディフェンス頑張ってますね。はい、まあ、豊田高専の田中茂監督は、どんな外国人であろうとも、どんな大物選手であろうとも、ディフェンスのできない選手はうちは使いません。なるほど。はい、話をしていました。バラスケス選手もね、あれだけの攻撃力がありながら、はい、ディフェンスもしっかり牽制入れて、ハードワークしてますからね。そうですね。まあ、やっぱりそのオフェンス力だけじゃ勝てないんですと、まあ、しっかり守ってこそ、まあ、得点取るだけだと相手にまあ上回れることがあると。ですのでディフェンスからしっかりしないとその得点力が生きない。そのあたりが、田中茂監督、まあ、日々徹底して話をされていますね。まあ、そのあたりのディフェンスがね、はい、この試合完全に機能してますね。はい、まあ、前後左右そして上下といったところのディフェンス、それを連動性を持った、まあ、個々人きっちりと、まあ、コートにいる6人が6人きっちりと連動感を持ってその立体的なディフェンスを続けないといけない、そういうふうに話している豊田剛成の田中茂監督です。後半の22分になりました。ここも対応しています豊田剛成です。枕がもね、もう普通にやったら追いつけないんで、押しかけるしかないですよね。はい、入ってきた。ここはパスカットになります。慌てないですね。一旦落ち着かせます。8番の津箱、5番の森が下がります。そして14番の田中が入ってきました。センターバックの位置、3番の小池といます。シュート決まった。自ら決めました14番の田中。これで豊田剛成は3連続ポイント、シュート決まりました。31番の庄司の得点です。35対22、後半の間もなく23分です。枕はね、ディフェンス頑張らないとなかなか縮まらないんでね。庄司が今日初得点というコールですね。ここも決まります。ナイスシュートですね。力強いです。3番トイカイト、上から読んでも下から読んでもトイカイトです。トイ選手もね、今も空中でキーパーを見て逆まで打ってますね。腕がまっすぐに伸びたところからシュートを打ち抜いてきます。もう振り下ろしてくるような、そんな印象のシュートを打ってきます。3番のトイカイト、後半のまもなく24分です。シュートまで行く、決まりました。14番田中大輔カットイン決まりました。37対22になりました。ここもキーパーセーブ、フリースローです。その前の反則を取りました。そして、選手が入ってきます。4番のスケヤスが入ってきました。スケヤスをピボットの位置、31番庄司センターもらいに行きます。23番の福田、このシュートはダメですが笛があります。7メートルですね。そうですね、エリア内で守ってしまいましたね。はい、福田剛成、ゴールキーパー1番の藤戸です。10番の稲毛、37対23となりました。今7メートルスローを決めた稲毛ですが、はい、前半は活躍していたのですが、後半はこの7メートルスローが初得点になります。はい、まあ、後半は枠永も、まあ、前半10点でしたので13点上げてるんですけれども、そのあたり、ここは強い、これがトイカイトです。躍動してますね。そしてピボットに通した、得点になります。
まあ、今のはバックプレーヤーでいくかなと思ったところでしたけれども、23番福田が最後決めました。そうですね、いいオープンスペースに入ってきましたね、はい、これなんですよね、枠長制約、こういうことをやりたいですね、さあまだ時間は少しあります。後半の間もなく26分、指揮を取ります小籔健二監督、女子の日本代表のコーチも務めました。シュートに行く、ここはウイングから上がってきて高い打点のシュート、15番の堀弘樹です。39対24です。ここはバーに当たる、そしてリバウンドボール拾う、前に走っている津波子です。おっと、ここも同じようにポストに当ててしまった。両チームともにシュートがゴールの枠に当たってしまいました。バーに当たった時の音がすごいですね。そうですね、あとここはパスが合わない、17番の小安に対してのパスが合いませんでした。シュートへからパス、そしてここは枠を外れます。まあ声を出しての応援というのが、引き続きできませんので、まあ、手拍子ですとかで応援ということになりますけれども、まあ、それにしてもよく響いたな、先ほどの両チームのシュートでした。そうですね、ああいう音っていうのもね、はい、ぜひ会場でね聞いてほしいですね、はい、そうですね。枠長制約1本返します。39対25になりました。14点差です。後半残り3分を切りました。添田剛生がセーフティーなリードで試合を進めています。ここはチャージング、ディフェンスファールがありました、ね、さあしっかりとここは行く、シュートまで持ち込んだがここはダメ、フリースローです。まだ倒れていますね、大丈夫か、田中選手ですかね。そうですね、14番の田中大輔、長崎日大高校から日本大学トヨタ紡織九州でもプレーの経験があります。準々決勝は3得点決めています。リーグでも、今シーズン29得点挙げている14番センターバックの田中大輔、そんなに大きくないんですけどね、はい、非常にシャープな動きしますよね。175センチ77キロのサイズです。ピボット、うん、ここもディエゴ・マルティンがパスカットしている、ディフェンス頑張ってますね、はい、うん、ここもキーパーナイスセーブだ。1番の原口博樹、新入団選手です。さあ時間が刻々と過ぎていきます。前半の28分、まもなく30秒、得点39対25。明日の決勝戦、枠長製薬点を返します。39対26です。先ほど得点を決めた31番の庄司選手ですが、はい、後半だけで3点挙げています。はい、サードシュートまでいった、ここはキーパーセーブしてる、ここで2分間の退場が出てしまいました。そうですね、アドバンテージ見てて、トイ選手が攻めたところの庄司選手のプッシュですかね、はいはい、31番の庄司、これで、2枚目という2回目の退場となってしまいました。ちょっと飛んでいる選手当たってしまいましたね。そうですね、はい、決めました。 F1 センターバック藤瀬奈、これで大台40点、40対26、後半の29分20秒です。枠長製薬はもうこのまま30分のタイムアップまで1人少ないプレイヤーとなります。早い切り返しからディエゴ・マルティン取った、そしてゴールキーパー戻ってきている、
ディエゴ・マルティン。容赦なし。この点差で、はい、この展開でもまあしっかりが頑張ってリングして、はい、速攻も走ってすごいですね。藤戸がしっかり守る。さあ時間がここと迫る。ラストプレーか。そしてここで試合終了。41対26、豊田合成決勝進出です。準決勝の第一試合、豊田合成対枠永製薬、41対26で豊田合成が勝ちました。解説は古江正幸さんにお願いをしております。さあ古江さん、はい、いかがでしたか。ちょっとね、予想外の点差がついてしまいましたね、はい、まあ、豊田合成のディフェンスが本当にずっと機能し続けて、はい、まあ、あの2枚目のディフェンスでね、徳田選手とバラスケス選手、はい、またあの代わって入ってくるような藤井選手、トイ選手とかですね、はい、そのあたりが本当にあのプレッシャーかけ続けて、はい、僕らがのオフェンスはリズムが取れなかったですね、さあ、まあ、あとは今度は豊田合成明日の決勝戦ということになりますけれども、豊田合成に関してはどのようにご覧になられましたか。いや、もう100点じゃないですかね。100点ですよね、今日はもう本当にこう序盤からなんて言うんでしょう、自分たちのこれが豊田合成のハンドボールですといったところを見せてくれましたね。見せつけましたね。はい、はい、豊田合成は過去2回優勝、2年連続3回目の優勝を目指します豊田合成です。さあこの後、声を選手たち、豊田合成の選手監督の声を、聞いていただきたいと思いますが、そして枠永製薬、枠永レオリックです。枠永製薬、今大会良かったところを挙げていただけますか。そうですね、昨日までの試合ではピボットの川上選手がしっかり機能してましたので、はい、まあ、そういった点、勢いもありましたし、良かった点かなと思いますけどね、はい、まあ、またすぐに来週からリーグ戦が再開されます。枠永製薬はここまで、リーグ戦5勝1分け7敗勝ち点11ということなんですよね、まあ、プレーオフ目指すというところになってくると思いますけれども、まあ、そのあたりに向けてというのはどういかがでしょうか。そうですね、上位チームとの対戦でもいい試合はできてるんですけど、なかなか結果が出ないというような試合が多かったので、はい、そこはあの修正していければ、はい、まだまだ上に行けると思います、そして、枠永製薬に対して、表彰が行われます。さあインタビューの用意ができましたら、いただければと思いますけれども、3位の表彰が行われました。2017年度、69回大会以来4年ぶりの準決勝進出という枠永製薬でした、去年はベスト8、9年ぶり15回目の優勝を目指す大会でしたが、まあ、残念ながら、準決勝で敗退という形になります。それでは皆様、盛大な拍手を今一度お願いいたします。JHL の芦原代表理事から3位の表彰状が贈られました。まあ、なんていうんでしょう、この野武士軍団すごい旋風を巻き起こしたと言います。もう旋風といっておかしい、失礼なのかもしれませんけれども、はい、まあ、でも枠らがね、その9年ぶりですけど、はい、前回私もあの最後のシーズンで、はい、大阪で優勝したんですよね、はい、まあ、あの大阪っていうのは僕らが結構ゆかりがあって、はい、で、まあ、みんなあの大阪にゆかりがある選手が多いので、はい、いつも調子がいいですね。なるほど、そういったところも存分に出してくれたかなと思います、ね、そうですね、はい、さあそして、豊田合成ですけれども、今手元に得点が来たんですけれども、全選手
中村も含めてですけれども、一番のゴールキーパー藤戸以外コートプレイヤー全員得点を挙げました。素晴らしいですね。そうですね、確率も高いですね。はい、今日は53回、シュートを放ちまして9得点、フィールドゴール。いやー、特に目についた選手っていうのは誰がいますか？そうですね、本当は全選手のいいところが出てたんですけど、はい、やっぱり個人的には若い戸井選手ですかね、はい、躍動感のあるプレーだとか、あと、まあ、バラスケ選手の、はい、本当超人ですね、はい、どこまで飛ぶんだっていうような、そうですね、そういったプレーも楽しかったですね、はい。さあ、これで、勝ちました豊田合成ですけれども、明日です。明日の決勝戦、大崎電機と、この後行われます大崎電機とジークスター東京の勝者と対戦いたします。明日は14時30分スローオフ予定です。豊田合成が勝ちまして決勝進出です。そしてこの後大崎電機とジークスター東京の勝者と、明日の14時30分スローオフ予定で、この第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部の優勝が決まります。さあ、もう間もなくで、田中監督の声が聞けると思います。もうしばらくお待ちください。豊田合成はリーグ戦ここまでは13勝1敗です。そしてこの日本選手権は過去2回優勝、2年連続3回目の優勝を目指します。豊田合成は70回大会で優勝、そして昨年2020年72回大会で優勝している、まあ、ここ3年で2度優勝しているという豊田合成です。JHL11 チーム、日本協会推薦学連の2チーム。さあ、インタビューの準備が整ったようですね。それではお願いします。一緒じゃなくていいんでしょ。はい、それではまずは、田中監督にお話を伺います。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございました。ここまで試合を振り返っていかがですか？今日ね、本当に選手たちが楽しくね、ハンドボールを1試合通じてできたというのが非常に良かったかなというふうに思います。枠永も勢いあるチームなんですけども、私たちもね、やっぱり欲しいものをみんなが取りきたいということで、今日は全員がアップの段階から集中してたんで、非常に良かったかなというふうに思います。その集中できた秘訣はどんなところがあったんでしょうか？そうですね、まあ、いろんなミーティング等も準備をしっかりとやってきたことで、彼ら自体もやはりこう一つの安心感じゃないですけども、そういったものも含めて、全員がね、本当に一体となって、一丸となって、戦えたのが良かったのかなというふうに思います。決勝は大崎電機とジークスター東京、勝った方との対戦となります。どんなところがポイントになりそうでしょうか？ね、去年もそうですけども、私たちはいつも言ってるように、あくまでももう欲しいものを取りに行くチャレンジャーとして、どちらも強いチームです。大崎もそうですし、ジークスター東京もリーグ戦で負けてます。で、僕たちはもうしっかりとまた準備をして、決勝戦に臨んで、みんなが欲しいものを取りに行きたいというふうに思います。ありがとうございます。それでは最後に、今配信をご覧になっているファンの方々にメッセージをお願いします。はい、いつもですね、合成並びにハンドボールを応援してくださりありがとうございます。ハンドボールがね、もっともっとメジャーになるために、合成も含めてもっと白熱したいい試合を皆さんの前で、展開できるようにね、私たちも引き続き努力していきますので、ぜひハンドボールを多くの方に語っていただいて、また合成も引き続き応援していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。勝ちを収めました豊田合成の田中監督へのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてこちらには越塩キャプテンもいらっしゃっています。この後越塩キャプテンにもお話伺っていきましょう。それではお願いします。お願いします。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。越塩キャプテンの今日の試合の感触はいかがでしたか？そうですね、出だしから非常に、いいリズムで入れたので、まあ、そういう点では良かったかなと思います。ハーフタイム中にはディフェンスはとても良かった、この後も速攻をというお話をくださいました。はい、後半はどんな手応えがありましたか？そうですね、出だし、枠永さんがちょっと立体ディフェンスを敷かれて、まあ、そこに少し
ちょっとドタバタしてしまった部分もあったんですけど、全体を通しては我々もしっかりディフェンスから速攻っていうのが出せたので良かったと思います。次の試合への意気込みを伺いたいんですが、小塩選手のここを頑張ろうというポイントはどんなところでしょうか。もうそうですね、もう今年1年間積み上げてきたものをチーム一丸となっても出すだけだと思ってます、はい、ありがとうございます。それでは最後に今配信をご覧になっている皆さんへのメッセージもお願いします。いつも応援いただきありがとうございます。明日の決勝で、皆さんにいい試合をお届けできればなと思ってます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。豊田合成の小塩キャプテンへのインタビューでした。ありがとうございます。インタビュアーは石黒真美アナウンサーでした。さあ、古江さん、はいはい、今のインタビューお聞きになっていかがでしょうか。まあ、本当にミーティングで確認した通りプラン通り、はい、そして全員選手全員が活躍すると、はい、もう気持ちもこもった試合もできると、はい、ちょっと穴がないような盤石の、うん、戦いで決勝に進んだかな、はい、と思います ね。日本選手権の決勝に向けて仕上がったなと。そうですね、はいはいはい。まあ、かなりその強い、豊田合成がその明日の決勝で、姿が見られそうだなと、そんな印象を受けました。明日の決勝戦、大崎電機とジークスター東京の勝者と対戦いたします。明日の決勝戦は14時30分スローオフ予定です。さあ、第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部準決勝の第1試合、豊田合成ブルーファルコン対枠永製薬枠永レオリックの対戦、41対26で豊田合成が勝ちました。解説は古家正幸さんでした。古家さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。実況は今川剛でお送りいたしました。この配信は観光学生服株式会社の提供でお送りいたしました。早く教えてよ、シュベテル、シュベテル。